おはようございます。今日の即果塾ニュースは、まあ、一点集中、短期集中ということねえー、お届けしようかと思います。ま,あ、まずはですね、えー、前回、えー、ラジオ放送、FM 初開始さんのラジオ放送の CD が届きましたので、そちらの方はアップロードしたんですけども、どうしてもですね、 え、まあ著作権、なんやらかんやらで、アップロードできない部分がありましてですね。まあこれはあんまり無理しない方がいいかなと思いまして。前半部分だけなんか上がってるんですかね。前半部分だけは見ていただけると思いますけども、後半は、あの、アイキャッチとかね、ジングルとか、 BGM とかの関係で多分上がってないのかなと思いますけど、後半はもうちょっとお時間をください。前半は見れると思いますんで、よろしくお願いします。え、それからですね、え、仙台のオフ会、え、やっぱり思い出深いなと思って、今写真をね、ずっと見てたんですけども、まだこんなとこ行きたかった、こういうところを話したかったってことが山ほど来てですね、そして昨日は、 また仙台来てくださいということで、まあ仙台のね、オフ会の方に参加できなかった方、数名の方から依頼の方もありましたんで、ああ、ますます東北地区、仙台地区っていうのは、あまあ暑いな。ね、私がなんかね、行くことでお役に立てるんだなと思ったら本当にありがたいばかりでございます。で、9月17日は神戸の方に行くんですけども、こちらの方も今度神戸は2度目ということでね、FX の方やらせていただきます。こちらは特別ゲストも、 予定しておりますので、お楽しみに FX の問題解決になります。それから九州、九州地区も依頼が入ってますし、四国の方もですね、ええー、まあ、行きたいなというところと会いたいなという方がおりますので、四国の方でですね、あの、松山に、高松か、どっちや、<laughs> 四国、高、な、高松、高松の方ね、えー、高、松山か、なんかどっちか分からなくなっちゃいます。すいません。あの、急に頭が混乱してましたけども、ええー、そちらの方にね、伺ってご一緒したいなと。 この方一人のためにも行きたいなと思いますので、ぜひお待ちいただきたいと思います。私の音声、そして動画をですね、ずっと聞いてらっしゃる方だと連絡いただきました。あ、柳田さんおはようございます。はい、それで一点集中についてなんですけども、新しい案件、今回ね、私あの、即可塾の中で毎日儲かる方法ですよっていうのを、一週間ほどのシリーズでやろうかと思っているんですけども、これも明日ぐらいから始めますけども、 うんなんかね、一つ物事に取り組んでいるんだったら、これすらも無視した方がいいかなと思うんですよ、新しい良さそうなのが出てきたら、すぐに飛びついてね、飛びつき症候群って言うんですけども、も飛びついて、今までやってたのが力を分散してしまうっていう、基本的にですね2個とか3個とか同時にはできないですし、ポートフォリオっていう考え方あるんですよ、1つの収入源とか1つの取り組みではちょっと不安だから、2つ目、3つ目の柱を作っておきたい、それは正解なんですけども、まずは1個からですよ。 一個がプロフェッショナルになるから余力ができて二つ目ができるわけなんですよね。私も一番最初はですね、ビジネスって一個だったんですよ。一個をマスターしたんで、マスターのレベルですよ。マスターしたんで、もう AAA ぐらいになったんで、じゃあ二つ目いこうかなという時には、最初の一つ目の方法で、えー、培ったものがそのまんま別の分野にも活かせるんですよ。 それが AA A なんですよ AAA っていうのはその道でうまくいった方法をよそにも持っていけるってことなんですよね、ただ多くの人は AAA のランクまでいかずに経験をしたって思っちゃうんですよ、で、そこそこの結果しか出てないのに他の分野にその方法を持って取り組もうとするから、やっぱりうまくいかないんですよね、まあ、そして1つですら大変なのに2つ、3つ同時にやってうまくいくわけがないんですよ、それはもう上級者のできることなんですよね。だから最初は1つを、 突き詰めて一つを追求していくことから始まると思います。そのためにやっぱりね、千里の道じゃないですけども、千日くらいはかけていかないといけないっていうところと、あとは短期集中という意識も必要です。私の場合は3ヶ月でワンサイクルと思ってますんで、3ヶ月、100日はみっちり取り組みますね。それで、えトップレベルになれそうだな、なったなと思ったら、次の3ヶ月を別のセクションで行いますけども、3ヶ月で足りないと思ったら、もう3ヶ月追加して短期集中の おなか3ヶ月2つ目のセットに入りますよねそういうふうに3ヶ月で1セットって考えると1年に4トライぐらいしかできないと最大でもですよでそのトライ一つ一つのトライがうまくいかないと1年間で2トライとかね1トライしかできないってことにもなってきます例えば FX なんですけども私は FX の場合は3ヶ月の短期集中を4回転したんですよですから1年間かかってしまいましたで、えー、去年の12月の半ばからあご覧のような成績が取れるようになったんですけども 今回もですね夏き講習っていうのは3ヶ月で私 FX のプレミアムっていうのを自分自身で参加してですね3ヶ月取り組みましたけども、まあ、これはですね大きな力がついたと思いますで他にもプレミアムに参加して経験がなかった方が相場が読めるようになって勝てるようになりましたとまだまだ投入金額ちっちゃいんで勝ってるって言っても金額は知れてますけどもただ資金ができたらどんと突っ込んでいこうかと思いますというねこういう風な私の申し上げている理想的なアクセレートの仕方も覚えてい,ていただいたんだなと思って非常 に嬉しいなと思います fx っていうのは、ね、最初は少資金で、えー、トライすればいいんですよ、10円とか20円とか、で、勝率が上がってきて確実にお金が増える流れができたなと思ったら、その時にアクセルとアクセルをぐっとふかしてです、ね、投入金額を増やせばいいんですよね、ですので、F X を学んでる最中とか、修行中っていうのは、小ロットでコツコツいくと。 で、勝てるようになるまでに使うべきお金を別では貯めておくんですよ。それは日々の労働であったりするんですけどもね。そういう風なダブルの視点を持っていただければいいのかなと思います。まあ、そして肝心な収入源の一つですけども、例のやつを持ってですね、例のやつでもう無理なく時間を使わずに、労力を使わずにお金だけ増えていくってものをしっかりと使っていくことも肝要だと思いますね。まあ、そういったことを速可塾の中ではずっとお伝えしております。まずは、 あの、最初の種線は絶対にお金が入る。時給とか月給。これはもう不動です。これを持ってスタートしてください。最初から種線を投資で作ろうとか、種線をなんか、ね、ネットビジネスかアフィリエイトで作ろうなんてのはまず無理な相談なんで、もう不可能なんですよ。それは相当の天才じゃないと無理です、無理です。だから私も、私がやってきたからあなたもできるでしょっていうふうな教育の仕方っていうかね、伝え方してないはずなんですよ。私でもできるし、誰でもできると。それはスキルがいらない、勉強がいらない。 そういうものを私は一番最初に例のものとしてドンと紹介してですね。で、私があの明日からやろうとしている毎日稼げる方法ですらできない人もいるんですよ。そう思ったら、あの絶対に結果が出るものを一番最初にやって、で結果が出る外伝性がこう比較的強いものを次に置いて、 で、えー、一発逆転みたいな方法は、その成功する可能性は非常に低いですから、それは一番後ろの方に持ってくるべきなのかなと思います。私の情報発信はそのような方法でこの一年間お伝えしてきたと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日の放送は以上です。またよろしくお願いします。